エルダーさんはアメリカで保護犬の預かりボランティアをしています。2022年7月、彼女は新たに助けを必要としている一匹の犬と出会いました。ノースカロライナ州の動物保護団体にいたオス犬のピギーです。ピギーは他の犬たちが暮らす小屋の裏手に隠されていました。団体スタッフの案内でピギーと対面したエルダーさんは、その姿を一目見て言葉を詰まらせます。ピギーはひどく悲しそうでした。やってきたエルダーさんを見ても寝床でうずくまったまま動こうとしません。感情も気力も抜け落ちてしまったかのようです。エルダーさんはすぐにピギーの体が病に蝕まれていることを知りました。ピギーの体には本来生えているはずの体毛が全くありません。まるで小さな子豚のようにピンクの地肌がさらされています。ピギーはひどい皮膚病のせいでただただ辛い日々を過ごしていたのです。ピギーの現状を知ったエルダーさんはその場でピギーを引き取ることに決めました。あまりにも痛々しい姿を放っておくことはできません。エルダーさんはピギーに元気になってほしい、明るい顔を見せてほしいと強く思いました。ピギーを引き取った彼女はそこからまっすぐ動物病院に向かいます。そして信頼できる獣医師にしっかりと見てもらい、ピギーの治療を開始しました。まずはピギーを5日間病院に預け、入院治療を施します。さらに退院後は週に3日皮膚病ケアのための入浴が必要で、病院通いが続きます。エルダーさんはただひたすらピギーの回復を信じ、ピギーは治療に励みました。家では家族がピギーを優しくいたわります。しばらく経って治療の成果が少しずつ現れてきました。皮膚が見えていた地肌に薄く産毛が生え始め、ピギーが正常な姿を取り戻す希望が見えてきます。同時に何より大きな進歩だったのはピギーの様子が変わってきたことでした。エルダーさんが出会った当初の暗く沈んだ雰囲気ではなく、活発で生き生きとした表情を見せる瞬間が多くなります。エルダーさんにとってこれ以上ないほど嬉しい変化でした。彼女は喜びとともに一層熱心にピギーの闘病を応援します。やがてエルダーさんとピギーの出会いから1ヶ月が経ちました。解放に向かうピギーの顔には茶色と白の毛皮の模様が浮かんでいます。胴回りの毛並みも成長が進み、治療はあと一息というところまで来ていました。外で遊ぶこともできるようになったピギーはとても楽しそうです。エルダーさんはピギーの家族探しを始めました。預かっている保護犬が幸せに向かって旅立つ姿を見送るまでが彼女の役目です。それからさらに1ヶ月後、ついにピギーの新しい家族が決まりました。エルダーさんは今後のピギーの毎日が祝福されていることを願ってやみません。苦しみの中希望を失っていたピギーに未来をつないだエルダーさん、彼女の思いがピギーの運命を変え、再び歩き出す力を与えました。きっとピギーはエルダーさんからもらった愛情を胸に生まれ変わった日々を謳歌することでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。